ネットで競馬、ネット競馬。こんにちは、桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。競馬予想家の太郎です。今週も始まりました重賞ベスト3。この動画では競馬予想家の太郎さんが朝日杯フューチリティステークスで解体3頭を解説いたします。太郎さん、まずは先週の阪神ジュベナイルフィリーズの振り返りからなんですが、推奨していただいたリバティアイランド1着、はい、強かったと思うんですが、振り返ってみていかがですか？そうですね、まあ、ちょっと予想的には外れてしまったんですけども、あのリバティアイランドは強さが際立ちましたね。先週の阪神芝、まあ、こう見ていただくと分かる通り、かなり内が有利のレースが続いていて、まあ、阪神ジュベナイルフィリーズに関してもインが良かったと思うんですよ。まあその中でね、ただ一頭もう悠々とこう回してきて突き抜けた内容は能力がね完全に一枚上だったかなというレース結果でした。2着以下は、まあ、内枠うまく活かした新緑化と、あとドゥアイズうまく内に入れて伸ばしてきて、あとイーガン騎手も内枠活かしてという感じで、まあ、全体にイン有利の競馬だっただけに勝ち馬の強さが際立ちましたよね。まああと8枠の3頭がちょっとね、こう人気3頭揃って入ってどうかなと思ったんですけど、まあスタートから流れに乗れずにという競馬になってしまったので、最近の阪神芝戦力らしく、こう枠順のね、明暗くっきりという感じだったかなと思います。今年の桜花賞とかもそんな感じだったので、まあ今後もこの阪神芝戦力の G1 においては、馬場状態とか枠順っていうのをこれまで以上に考える必要があるのかなという気がした一戦でもありましたね。見直したくなりそうな馬もじゃあ結構いましたかね。そうですね、2着以下に関しては走ればちょっとこう枠とかで順番が変わるかなという気もするんですけど、うん、まあただだからこそちょっと勝ち馬の能力こう1枚上というのがこう目立った一戦かなとも思います。今後ね、進行勢力もまあクラシックに向けてはまだまだ出てくると思うので、まあ、勝った馬とあと新しい勢力っていう対決もちょっと見どころになるかなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、ここからは太郎さんの展開予想へと移りましょう。太郎さん、朝日杯どんな展開になりそうでしょうか？はい、ちょっと朝日杯のね、こちら対列、まあ非常に難しいんですけど、まあシンプルにこのように書きました。はい、8番のグラニットですよね。まあグラニットはちょっとワクワクさせるような競馬をしたいっていう陣営のコメントにもあるように、もしかすると大きな逃げになるかなという気がしております。ただね、今回結構スタート早い、そして実力のある先行馬も多くて、オールパルフェなんかもかなり加速は早いんですよ、この3番の馬ですね。うん、あと、まあ先行して結果出してきたブルチェモアとか、あとまあ専用路線で先行してきた馬とかもいるので、まあ先行馬がそれなりに多くて、まあちょっとこの図のイメージよりも少しこう縦長の感じになるかなという気がしております。うん、はい。ルメールジョッキーってこう書いてあると思うんですけど。あ、はい、はい。はい。これは何か大盤振る舞いに特徴がありそうですね。まあ、これ大盤振る舞い、まあ前走ね、先行したんですけど、まあこの、まあこれはちょっと自分用に書いただけなんですけども、いや、この馬を基準に考えて、この馬より前にいる馬どれぐらいいるかなって考えたら、いや、思ったよりやっぱりたくさんいたので、そう、まあ、いい位置になりそうだなという意味でちょっと、まあ、書いたんですけども、はい。14番のレイベリングは、これ横山騎手がこう、うちに入れてきそうだなという感じ。そうですね。まあ先週の馬場状態を見る、まあみんなね、印象に残ってると思うので、まあそう考えるとあんまり外をこう、だらだらと回すのは嫌だと思うんですよ。で先週もね、横山武騎手やっぱり外枠でちょっと苦しいんだと思うので、まあどこかでこう、バグに入れたいんだろうなと。あと、ま、この、隊列と馬場状態考える上では、まあ、今週土曜日にちょっと雨予報が出ているので、まあ、それで馬場がどうなるかっていうところも見ていただきたいなと思います。流れ的には結構よどみなく、前が流れるので、まあ、先週みたいな競馬になるか、意外と、もしかすると、今回はそんなに内寄りにならない可能性もあるかなとは考えております。はい。わかりました。では、土曜日の天気を含めて注目ですね。はい、そうですね。陣営のコメントも結構、こう、戦略とかは見えてくると思うので。まあ、グラニットちょっと大逃げ示唆してるんですけど、まあ、もう一度週末の新聞等々、確認してみたいなと思います。わかりました、はい。ありがとうございます。はい。ここからは、太郎さんの朝日杯フューチリティステークスで解体3頭を解説いただきます。太郎さん、まずは1頭目から教えてください。
はい、1投目はですね、ダノンタッチダウンにしました。はい。まあ、川田騎手ですかね。ダノンタッチダウンなんですけれども、ダノンザキッドが先週ね、香港カップで好走しましたけれども、まあ、ダノンザキッドの兄弟、半兄弟になるんですけども、同じように結構馬体の大きな馬なんですけども、ダノンザキッドよりは、まあ、機動力もそれなりにあって、すごく不器用というタイプではないので、まあ、お兄さんは、ホープフルステークス行きましたけど、この馬はマイル路線に出てきたというのは、これはまあ正解かなと思うんですよね。で、頭数が増えるのがどうかなっていうのはあるんですけども、冒頭で申し上げた通り、結構今回先行馬も揃って縦長の隊列になりそうなので、まあ、この馬の末脚が存分に生きる形になるんじゃないかなということで、まあ、人気にはなると思うんですけども、有力、最有力ということで1投目に挙げました。あんまりなってほしくないなという展開などはありますか？そうですね。馬群が例えば一段になって、外をだらだら回らされるような形になると、少し、まあ、嫌な予感がしなくもないという、まあ、ではあると思うんです。まあ、頭数がこの馬にとっては増えるので、あんまりさばきに手間取るような形は良くないですね。おそらく今回はまあ、縦長になると思うので、すんなり流れに乗っていける形を取りやすいかなと思います。まあ、少し外寄りの枠になったので、うまくまあ、馬群が薄くなってね、厚みがない馬群になれば、流れに乗って、まあ、足を使えると思います。隣のティニアや鈴鹿ダブルとのその兼ね合いだったりはいかがでしょうか？まあ、そうですね。今回、まあ、前走先行してる馬とかも多いんですけど、まあ、そこら辺はうまくパスしてくれるかなとは思ってます。この馬の、まあ、長所というか、すごい力強く、急坂をね、苦にせず駆け上がってくるので、まあ、うまく先行馬行かせて、そこら辺の馬も行かせて、流れに乗っていければ、末脚を発揮できるんじゃないかなという形ですね。川田騎手との相性ももう大丈夫で川す田か騎ね？手っていうのは、まあ、早期から力を発揮しやすいというか、どちらかというと、まあ、将来というよりは早い段階から力を出させるのが上手なジョッキーなので、むしろこの2歳ステークスにおける川田騎手っていうのはかなりプラスだと思うんですよ。まあ、今後ね、距離を伸ばしていく過程で、この逆にマイナスになる部分とか、かかる面が出てくるっていうケースは結構あるんですけども、まあ、先週もそうですけど、とにかく、まあ、この2歳戦においての川田騎手に関してはかなり信頼度も高い。このレースも、そうですね、グレナディアガーズとか、ダノンプレミアムとかね、まあ、結果出してますから、これは大きなプラス材料だと思います。頭で考えていいですかね？そうですね。まあ、能力的には当然勝ち負けになってもおかしくないと思います。まあ、人気にもなると思うので、わざわざ頭固定をしなくてもいいかなっていうのが、これは個人的な買い方ではあるんですけれども、当然勝ち負けになってもおかしくない一投だと思います。わかりました。ありがとうございます。続いて2頭目の解体おむさん、教えてください。2投目が、こちらにしました。コーパスクリスティですね。はい。正直2投目候補がたくさんいてですね、悩んだところでもあるんですよ。で、冒頭で見せた、まあ、展開からどういう馬に今週は向くかなと、内か外かなと考えるとき、まあ、今週は外も来れると見て、この馬にしました。ですね、どこからお話しします。一番の、まあ、買い材料というか、個人的に思ったのは、イーガン騎手ですかね。先週見てても非常にうまいですよね。外国人騎手だからって何でもかんでも買えっていうふうには決して思わなくて、やっぱり日本の競馬にね、フィットするタイプと、あんまりしないタイプといると思うんですけど、イーガン騎手はすごく日本競馬が合ってると思います。追うね、パワーっていうのは、まあ、外国人騎手総じてあるんですけど、それに加えて結構うまく足を貯めることができるので、まあ、先週のね、阪神ジュベナイルフィリーズでもあわやの4着でしたけれども、この馬に関しても、まあ、ジョッキーのプラスは大きいかなということで2番手にしました。マイルはどうでしょうか？そうですね、まあ、前回ちょっと出遅れちゃってね、まあ、参考、まあ、勝ったんですけど、そういう意味では参考外だったんですけども、まあ、エピファネイア産駒っていうのは、総じて距離が伸びた方が、追走が楽になった方がいいので、
それはむしろプラスになるんじゃないかなと思います。ゲートを決めて、まあ、外枠なんで、こう、スムーズに乗せていけるかどうかが鍵かなと。あんまりこうね、こう、馬群が、まあ、詰まると、外を回らされて、良くない形になるんですけども、まあ、今回はね、おそらくこう、逃げる馬が飛ばしていく形で、馬群が結構薄くなると思うので、まあ、そうなったら、この外枠はむしろスムーズに運べていいのかなと。まあ、距離延長も問題ないかなと思います。前走がやはり小頭数なので、はこい。のあたり評価難しいなって思うんですが。そうですね。前回はまあ、内枠で遅れ、そして小頭数だから、何の不利もなくね、それ以外はさばけたっていうのは、かなり大きかったと思います。正直、前走の内容自体は、まあ別に特筆すべきものではなかったと思うんですけども、それでもまあラストまできっちり伸びてましたし、まあ、何よりね、まあ前走のこう頭数とか馬自身が選べるものではないので、初戦の内容を外からね、伸びてきた内容も含めて考えると、まあいろんな競馬ができて、こうセンスもありそうなんで、まあ今回はその点での上積みを強調したいという感じですかね。やはり中内田厩舎さんというのも大きなポイントでしょう。はい、大きいと思います。やっぱり基本的に早期からこうきっちり馬の力を発揮させるという意味では、現在の日本競馬でかなりまあトップだと思うんですよ。先週もそうですけど、このレースも、グレナディアガーズもそうですかね、ダウンプレミアもそうか、川崎騎手とのコンビでね、まあ勝ってますし、まあ今回、イーガン騎手ですけれども、まあこの厩舎力、まあ厩舎によって結構やっぱ成長曲線ってこういろいろありますよね。友道厩舎だったら割と晩成の、まあ、こう、ステイヤータイプが多かったり、まあ、珍しくダートとかがね、順ないところと出たりしましたけど、そういう意味で中内田厩舎っていうのは、この2歳戦の強さ、特筆すべきものがあるので、それは大きいと思います。ではこのコーパスクリスティの強みというか、そのいい点というのはどこになりますかね。長くね、末脚を使えるっていうことだと思いますね。2歳戦はどうしてもまあスローになることが多いので、まあ、新馬戦とか、まあ、あるいは、重賞であってもトライアルは、割とこう前に行った馬が、まあ、それをこうもう生かして粘るというケースが多くて、特に今年は、オールパルフェもそうですし、それからドルチェモアグラニットで決まったレースもそうですし、そしてオーバンブルマイが勝った競歩杯もそうなんですけど、まあ、軒並みこうゆったりとした流れで、前が残るこうレースが、前哨戦、すべてそうなってるんですよ。だからこそ、この本番はそういう馬が揃った分、末脚をちゃんとこう活かす競馬をしてきた馬のアドバンテージがあるかなっていう部分は大きくて。で、そのアドバンテージ持ってるコーパスクリスティという選択です。わかりました。ありがとはうい。ございます。はい。それでは続いて3投目教えてください。はい。3投目はこちらにしました。はい。レーすごデいリまンた、グでございま全す。はい。然先週と違う目の感じはにない。ります。決して時間がなかったわけではなくて、フランケー3区ですね。そうですね。新馬立ちからの馬さんを、はい。太郎さん、3投そう目。ではすい。ね。キャリア一戦にはなると思うんですけども、まあ、この新馬の内容ですね。まずこの馬に関しては。はい。新馬は結構、まあ、外枠でね、こう流れも落ち着いてどうかなという競馬だったんですけど、まあ、見ていただいても直線、本当自分の足だけで突き抜けてきて、かなり、こう、強い内容だったと思います。フランケル産駒ってね、まあ、こう、海外ではいろんなタイプ出てるんですけど、日本国内においては、やっぱりこう、割と早い時期に完成するスピードタイプが多くて、で、この馬も、まあ、フランケル産駒で、割とそういったタイプですよね。前回、まあ、勝ち馬、2着馬、2ゲームが粘る流れをね、外から1頭差してきた、かなり強かったと思うんですよ。なので、まあ、キャリア一戦ではあるんですけれども、今回も流れさえ向けば、十分出番があるんじゃないかな、という推奨です。今回、横山武史騎手に変わりますが、そのあたりはいかがですか？そうですね。横山武史騎手っていうのは、やっぱできるだけこう道中のロスを防ぎたいというタイプ、騎乗なので、まあ、今回ちょっと外寄りの枠に入ったんですけれども、追走の段階でできるだけこう馬群の中に寄せていく形にはなると思うんですよ。まあ、それは今の阪神の馬場状態を考えれば、プラスになると思います。ちょっとね、今年の G1 戦線、春、横山武史騎手、注目馬、たくさんいたんですけれども、なかなか、勝ちきれず、ここまで来てるんですけれども、ようやくまあ、ここ逆に、
少し伏兵にはなるかなと思うんですけど、チャンスだなと思います。今回中2週で、あと関東馬だと思うので、輸は送い。もあったりすると思うんですが、はい。この辺はもうやってみないとわからないという。まあ、そうですよね。そこら辺は。まあ、陣営はね、もうこの馬、こう、いろいろ、そもそも、小さい時からたくさん輸送を経験してきてるからっていうことをおっしゃってるんですけど、まあ、その、ね、シカト厩舎といえば、エフフォーリアなんかもそうですけども、まあ、それなりにキャリアのある厩舎ですし、まあ、そればかりはね、やってみないとわからない部分もあるんですけれども、まあ、むしろこの馬のポテンシャルの方を、今回は買いたいという感じですか。折り合いなどはいかがでしょうか？なんはか。い。折り合い面に関しては、まあ、むしろ今回の方が、ペースも上がると思うので、まあ、むしろその新馬戦よりはつけやすいんじゃないかなと思います。持ち味の、こう、末脚が生きるような、まあ、馬場状態になるかっていうのもポイントですよね。正直、今回はダノンタッチダウンって、まあ、軸がいて、これは能力上位だと思うんですけど、他は、先週みたいな馬場になるか、それとも、まあ、もう少し、こう、外が伸びるかっていうところで、正直、かなり、こう、来る馬は、のパターンは変わってくると思うので、ちょっと週末の馬場とか、しっかり見ておきたいっていうのは、まあ、いつも以上にありますね。やっぱ太郎さんが3投目に選ぶくらいもう本当ポテンシャルが高そうだといあ、う。そうですね。それはかなり、高いと思います。なので、あとはちょっとこの枠順と、流れと、そこら辺が向いてくればですね。わかりました。ありがとうございます。はい。ということで、アサヒ杯フューチリティステークスで太郎さんが買いたい3投は、ダノンタッチダウン、コーパスクリスティ、レーベリングの3投となりました。太郎さん、人気サイドになりそうなドルチェッパやオールパルフェについてもちょっといただいてもいいですか？はい。いや、どちらもそんなに悪いということはないと思うんですよ。オールパルフェは非常に、まあ、スタートが速くて、加速が速い馬なので、まあ、理想は逃げっていうふうに大野騎手もおっしゃってるんですけど、まあ、今回おそらくグラニットが行くので2番手になりますよね。多分、2番手以下にはなると思うんですけれども、まあ、もう離して逃げてくれれば自分の力を出せると思うので、あとは馬場状態次第。ドルチェモはもう、まあ、こちらもちょっと自在性があるんですけど、こちらも内枠になって、まあ、追って長く足を使える馬なので、あとはどういう馬場になるかですよね。どちらかといえばドルチェモアの方が買いたいですかね。はい。もうじゃあ枠もそうですね、やっぱお天気しっかり、あいとや、は。本当にそう思います。阪神の芝は、まあ、ずっと使われてるんですけど、ジャパンカップの週に B コースに変わって、そこから一貫してイン有利が続いてるんですよね。まあ、ただ、A コースの終盤開催だったエリザベス女王杯の週とかは、もうご存知の通り、時は雨の影響で一気にこう外が伸びる馬場に変わったんですよ。で、まあ、その影響で、翌マイルチャンピオンシップも、まあまあ、外が伸びる馬場になった。で、まあ、そこで外結構使われた分、B コースに変わったら今度、内が温存されて、で、天気にも恵まれて、内がいい状態が続いてるっていうのが、まあ、すごい、シンプルに言えばそういう今の阪神の芝なんで、天気とか、ちょっとしたこう状況でガラッと変わる可能性はあるので、この土曜日の雨がどれぐらい降って、で、どれぐらい影響を与えるかっていうのは、まあ、いつも以上にちょっとチェック。このレースに限らずですよ。他のレースを買う上でも、注目になるかなと。日曜日はまあ晴れると思うんですけど、その土曜の影響がどれぐらい残るか。まあ、感覚的には先週ほど内寄りにならないとは思うんですけど。わかりました。では、やはり最終結論はうまい馬券で。そうですね。ちょっと今週に関しては特にいつも以上に悩む必然だとは思うので、ぜひ見ていただければと思います。わかりました。ありがとうございます。はい。来週は有馬記念を予想していきます。太郎さんも有馬記念です。早いですね。あ、そうですよね。先週は、あ、せ、昨年は今記念お送りできなかったのでね。今年はまずそれが、そう、できそうで嬉しいな。まあ結構メンバーもね、揃いそうなので、まあ早いですけども、楽しみにしていただければと思います。ということなので、ぜひチャンネル登録をしていただき、来週もご覧ください。最後までご覧いただいた皆様、ありがとうございました。高評価、コメントしていただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。太郎さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。